道頓堀界隈南地五花街の一部であった。南地五花街紋章南地は大阪府大阪市中央区の花町。南地は宗江門町、黒江門町、矢倉町、坂町、南馬新地で構成され、これらを総称して南地五花街と呼ばれていた。江戸時代前期、道頓堀川南岸の道頓堀通りの南側に、 芝居小屋が立ち並ぶと、それに随時して道頓堀通りの北側に芝居茶屋がの木を連ねるようになった。これが花町の起源となる。江戸時代中期には道頓堀に南接する西成郡聖光津村と南波村のそれぞれ一部を大阪三里へ編入し、元伏見坂町、元堺町、元京橋町、元あ生い町、南馬新地が開発された。 大阪三里における皇居の遊郭は表向き新町遊郭に限られていたが、南地にも幕府による取り締まりをくぐり抜けた遊書が点在していた。道頓堀川北岸の宗江門町の遊書は、天保13年に一旦整理されて、道南岸の黒江門町へ移転となったが、安政4年には再び遊書となった。明治4年に南地の花町は正式に遊郭として公認される。 芝居小屋など芸能に携わる業種が居住していたため、南地は芸所として知られ、足辺踊りが上演され、芸技数が最盛期には1000人以上いたと言われる。商議もその次に多かった。しかし、明治45年1月16日、南波新地四番町の遊楽館という菓子座敷から出火した南の大火によって、南波新地の一部が消失。 遊郭としての機能が廃止された。その大大地として、飛騨遊郭が建設された。一方、花町として、機能を残した南地は、昭和初期に発生した、大遇の不満による一部のゲーギラの離脱と、第二次世界大戦を経て存続したが高度経済、成長以後、芝居小屋の減少などの環境の変化や、バーやスナック、西風俗店の進出により悪化。 衰退し、町名表示変更により、総江門町以外の町名が、消滅、2003年に大規模を誇った、お茶屋、南地、山戸屋が、閉店、2010年現在、お茶屋は一軒残すのみとなった。南地には、数多くの芸儀が在籍し、名義も排出した。その中に、日本舞踊家の竹原藩、東京新橋の芸儀で当時、南地の舞妓であった、商用こと、 あとに二層となった高岡とモテルもその一人であった。近代庶民生活史13食外遊郭よりありがとうございます。